まあさっき言ったようにドライブ多分3時間、まあ3から5時間のドライブ中に当たり合うか行きましょうか。よし、あっす。トークテーマ何個目まで来た？ 2個目まで。脱線しすぎ。ハッピーは多分大阪に。そうですね、大阪来て、待ってください、ちょっと一回ここ真剣になります。これ一番左か。攻めるね。これ合ってるよな。山陽道合ってるな。進行方向間違えたら次の IC でお申し出を。そんなことあるんですか？難しいね、ここ。あ、岡山への分岐だ、ここ。はいはいはい。あ、新名神と山陽。なるほど。あっち行ったらまた大阪戻っちゃうんや。ああ、そういうこと。そうですね、高槻やと。高槻って京都に行く方だっけ？ああ、そうですそうですそうです。大阪京都の間っすね。お、山陽道入りました。これまだ兵庫なんかなあ。ってか神戸って書いてある。神戸だよ。もうこれ神戸市ギリですね。神戸北区っすね。神戸西村コーヒー。ああ、西村コーヒーね。西村コーヒーコーヒー飲んでこい。関東って西村コーヒーないんすか？西村コーヒーないんかな。だから逆に兵庫ぐらいしかないか。大阪でもあんまり見えひんもんな。前神戸の仕事とか旧の時も神戸だったから。ああ、ありますね。西村コーヒーは何店舗も行って。あ、三田ってのもここなんだ。三田ゴルフ場とかっすかね。三田に小山進さんってパティシエの S 小山。ああ、 S 小山、はい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 。知ってる？はい、何でしたっけ、なんとか小山ロール。小山ロールか。やっぱ有名なんだ。そうですね、なんか僕一回公演聞きに行ったんですよ。え、小山さんの？はい。マジで？うん。勉強熱心だね。なんかチョコレート、なんか当時一回コーヒーでも流行ったじゃないですか、チョコレート。なんか4、5年前かなんかに SCAJ でそのカカオがまあドイツの焙煎できるからコンチングマシンとかも置かれてみたいなので、一瞬なんか流行りかけたから一応見てみようと思って。本当すごいね。いや、小山さんとこの間会って話してさ。マジですか？うん。何話すんですか？え、いや、熱いコーヒーとカカオについてのマニアトークですよ。はい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 。相当熱い人だよね、あの人。カカオもおもろいっすよね。それでサンダって聞いて、はいはいはい。今度ぜひ S 小山遊びに行きたいなーって言ってたとこなんだよね。降りよよ。岡山行きたくないやん。行きたくなくはないんだけどさ。宝塚でも降りようとしてる。行きたいとこありすぎて。宝塚もね、今3回ぐらい降りようとします。アイドルユニットいますし、三田もありますし、行きたいとこがありすぎて困るね。西村君、まあここら辺面白いですよね。このエリアで1ヶ月ぐらいいたいよね。1ヶ月多分空きますよ。1週間ですね。1週間で行けるな。だから関西、四国、はい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 。四国もいろいろ行きたい。四国は多いですね。四国は僕も行きたいですね。あれ、荻原帰ってないの？はい、もう2年ぐらい帰ってないですね。2年ぐらい帰ってない。マジでリアル和光コーヒー多分就職してから帰ってないんじゃないかな。帰ってこいとか言われないの？まあそれよりはもうコロナ持って帰ってくんなぐらいの感じですね。まあやっぱ田舎なんでね、愛媛県。なるほどね。しかも宇和島市っていうところなんで。宇和島市か。だいぶもう本当に海にみかんが浮かんでる宇和島市、ね。うん、それは僕初めて、なんか前も初めて聞いたやつで、その話。ここ絶対読めないね、今の感じ。うん、これっすよ。泡川？なんこれ？これ読めるとちょっとあれだね。いいね。覚えとこう。関西そういうの結構ありますからね。綺麗売り割りとか。え？綺麗売り割りって土地知ってます？いや。聞いたことないし、聞き取れもしなかった。もう一回。キレ売り割りっていう。言えてる？本当に。もう一回して。キレ売り割り。キレ売り割り。キレ売り割りですね。普通にとんどばしかもそこ近いんですけど、漢字調べていただいたらまあなかなか読めないですね。売り割り。割り売り割り。そう、キレ売り割り。絶対読めない。4文字のね、それとか見れるかな。これは無理だよね。キレ売り割りとか、あとは関西やったら有名なとこな、花店とかも最初じゃ読めないですね。花店っていう土地があるんですけど、駅もあるかな。放出って書くの？ああ、そうそうそう、放出って書いて花店なんですよ。花点読めない。花点なかなかむずいんですよ、ね、放出液って一生読み続けるね。これきれい売り割り花点はなかなか関西の一番最初のあれですね。きれい売り割りってすごいな。うん、ほんまに。あれ荻原んちの最寄り駅どこだっけ？僕は岸駅ですね。喜ぶに心だ。岸はまあ読めるは読める。岸は読めますね。もうあの大阪芸大の一番の最寄り駅。ああ、そうなんだ。やばい T シャツ屋さんが歌にもしてましたね。岸駅周辺なんもないって歌作ってました。おお、それまさに荻原んちじゃん。はい、もうまそうっすね。もうマジ家です。家賃2万5千だっけ？今4千ですね。家賃2万4千半端ないけどな、マジで。すごいね。何でも許せますもん。騒音があったりとか、なんかゴミが家の前に置かれてたりとか、もう2万4千やして終わるもん。つうかきれい売り割りの由来調べてんだけど、めちゃくちゃ面白いわ。はい、どういう、全然知らないですわ。面白すぎてちょっと今ここでは言えない。どういうこと？センシティブなんですか？センシティブじゃない。じゃない。きれいっていうのは、はい、クレ。古代の中国から移住してきたクレ人のクレが由来らしいけど、売り割りっていうのが。はい、大昔、はい、仏像を祀るために、はい、手元にあったウリを備えたところ、はい、パカッと割れたっていうエピソードが来てる。全然ゴミみたいなやつ。ほんまか。ウリを置いたらパカッと割れたってところでウリ割りなんですか。どういう伝承なのかね、これ。売り割りっていう結構いろいろ出てくる。読めない駅名に隠された大阪の深い歴史。やべえ、ちょっと俺これしばらく読むわ。意外となんか岸駅の魅力について語ってて、なんでね、歌にもなってるぐらいなんもないんですよ、マジで。サビリとパチ屋しかないわ。毎日来るわ。毎日来るね、これほんとうまっ。たまらんな。